まあ、ここがですね、この野口英世青春館っていう、うん、まあ、野口英世博士といえばですね、まあ、占い的にも僕と同じ、全く同じ星回りなんでね、僕は夏目漱石と野口英世と全く同じ星回りなんですよ、占い的に言うと、うん、まあ、どうでもいいですけどね、うん、やっぱりこういう生き方をこの学ぶというか、うん、やっぱ同じ星回りだからね。まあ、ここを入っていくとですね、この天寧寺っていうお寺、これは近藤勇とかね、近藤勇のお墓があるっていうことで有名なお寺なんですけど、まあ、ここも6年前に来てね、雪まあ画像多分出せると思うんだけど、これ6年前もここに来てですね、散々な思いをしたという、うん、もう雪まみれで何も見られなかったというね、うん、確かこの近藤勇の墓にたどり着けなかったんですよね、雪が深すぎて。いや、春を感じますね、本当にね。あの雪の合図とは大違いですよ。ちょっと近藤勇のお墓よりね、茅野親子のお墓の方がですね、というか茅野親子のこの辿った運命が興味深すぎてですね、そっちにちょっと時間を費やしてしまいましたけれども、うん、まあ、父親の茅野権兵衛もですね、そういう、まあ、戊辰戦争のこの藩主の命を救うべく、うん、自分がその腹を切ってその全部責任を負うんでっていうことでですね、でその息子さんも結構優秀な方で、この福岡県のこの藩校にですね、この留学しに行ったらしいんですよ、この頭が良かったんでね。ただその留学先でですね、まあ、16歳だったんですけれども、仲間にですね、お母さんへのこの手紙を見られたのか、そのなんかすんごい些細なことで切腹したんですよ。うん、なんかそのやっぱりこの傷つけられて、うん、やっぱこの屈辱を受けた以上はもう腹を切るみたいな、この潔いんですかね、ちょっと潔いのかなわかんないですけどね。これが会津のこの、まあ、死魂っていうこの会津の魂らしいんですよね。新選組の斎藤はじめっていうと、どうしてもこの京都のイメージとかね、あとやっぱりこの最後亡くなったのも江戸で亡くなって、まあ東京ですよね、で亡くなってるんで、なんでこの辺りに墓があるんだろうっていうのがね、ちょっと疑問だったんだけど、どうもその会津藩がこの滅んでから、次にその廃藩置県でこの県が置かれる前に、ちょっとだけこの藩を与えられたらしいんだよね、この砺波藩っていう。まあ、その砺波藩にこの斎藤はじめがこの仕えてたっていうことで、まあ、そういうのがきっかけでですね、この辺りにお墓があるという、うん、